横を通るよ。ウィンドピークで働いてるんです。入ってみてください。宿の主人はソーリングです。話してみなさい。こんにちは。二人とも死んだよ。パパは船乗りで最後の旅に連れて行ってくれた。パパが病気になった後、両親は僕らをここへ入れて出発したってことさ。数日後に死んだんだ。それ以来どうにかやってきたけど、辛いよ。本当に辛い。鉱山労働者に食べ物と物資を届けているんだ。あんまり稼げないけど、ほとんどの夜を宿屋の暖炉のそばで眠らせてもらえる。遅刻だ、走らなくちゃ。呪いよ、間違いない。この町から逃げ出さなくては。イルグニール、どいてどいて。イルグニール、しっかりして。みんなただの夢よ。エランドル、言ってあげて。お友達の言うことを聞いた方がいいぞ、フルンキ。あれはただの夢だ。別に不思議なことじゃない。何度も繰り返し同じ夢を見るのは普通だと思う？不気味でしょうがないのよ。エランドルにも一理あるわ。この夢の後に悪いことなんて起きないとあなたは言い続けてるけど、夢は前触れに違いない。喋らせてやれ。手を貸してくれるらしい。みんな頼む。この悪夢を終わらせるためにできるだけのことはしよう。悪夢の中で皆に願うのは、気持ちを強く持って聖女マーラを強く信じ続けてほしいということだけだ。ありがとう。宿屋のウィンドピークにはドーンスターで一番の吟遊詩人がいるの。そう、私よ。どんなことで困っているんだ？はい、セラ。町全体が恐ろしい悪夢に苛まれている。非常に危険な状況にあるが、私にできることはほとんどないんだ。これらの夢はデイドラの王バーミルナによって作られ具現化したものだ。奴は貪欲なまでに我々の記憶を欲す。そして代わりに悪夢をもたらすんだ。咳一つするだけで深刻な病へとつながるようなね。被害が慢性化する前に人々に対する恐ろしい影響を終わらせなければならない。問題の源、ナイトコーラー制度へと戻る必要がある。この件に関して力を貸してくれるか？どうやら喋りすぎたらしい。もし誰かにこの会話を聞かれたらパニックになりかねない。とにかく信用してドーンスターの悪夢を終わらせるのを手伝ってほしい。素晴らしい。聖女マーラが心からお喜びになる。ナイトコーラー制度はドーンスターから歩いてすぐだ。行くぞ、急がないと。バーミルナはクワグマイアという名で知られる奇怪な地で暮らしている。日常がおよそありえない形で進行している悪夢のような土地だ。バーミルナは中央にある城から我々の記憶を集めるため四方に力を及ぼす。人々が代わりに得るのは恐怖と絶望に満ちた幻影だけだ。見当もつかない。馬鹿げた画廊でもあってそこに展示するために集めているんじゃないか。まあ理由が何であれ、バーミルナの意図は慈愛の精神からは程遠い。全ての疑問に答えると約束しよう。ついてくるがいい。
父さん、話がしたいの？母さんのこと？いや、カリタ、無理だろうな。ついてこい、こっちだ。人々を助けるチャンスがようやく訪れたことに、不祥にも気分の良さすら感じている。苦しむ姿を何もできずにただ見ているのは辛かったんだ。あの丘にある塔が目的地だ。周辺に住む人々はそこを暁の塔と呼んでいる。この塔の歴史はあまり知らない。しかしナイトコーラー聖堂が中に建立される以前は長らく廃墟となっていた。聖堂にまだ活気があった頃、司祭たちの姿をドーンスターで見かけることはほとんどなかった。彼らは隔絶された世界で生きることを好んでいた。今やこの聖堂は何十年も使われていない。皮肉なものだろう。廃墟の中にある廃墟だよ。塔を入ったところにマーラを祀る小さな祠を建てたんだ。精神的な導きを求めるために。おそらく祈りが通じたのか。お前がドーンスターに流れ着いたのは単なる偶然じゃないだろう。
入る前に中に潜んでいるかもしれない危険について警告しておく。何年も前、この聖堂は復讐に燃える多くの戦闘集団に襲撃された。連中はまるでドーンスターの人々のように悪夢に苛まれていたんだ。いや、オークを撃退できないと分かるとバーミルナの司祭たちはミヤズマと呼ばれるものを放出し、そこにいたもの全てを眠らせたんだ。この場所の封印が解かれた時、ミヤズマが無惨し連中が目覚めてしまうのではないかと危惧している。つまりオークと司祭の両方がだ。ミヤズマは儀式を行うバーミルナの司祭らによって生み出された。吸ったものを深い眠りへと誘うガスなんだ。なぜなら儀式は何ヶ月も、時に何年も続くことがあるからだ。ミヤズマは老化現象を遅らせる目的で生み出されたものだ。残念ながらそうだ、ミヤズマのガスにさらされる時間が長いほど精神により大きなダメージを受ける。長い期間その影響を受けた者はやがて完全に自分の精神を失うと言われている。一生目覚めない例もあるらしい。中に入れば全てが明らかになる。少し待っていてくれ。すぐに開けるから。根源を見せてやろう。こっちだ。ドーンスターの災いの源、堕落のドクロにおののくがいい。最奥聖域に向かい、あれを破壊しなければならない。行くぞ、時間がない。スターのためにも。まるでヤツかだったな。なんてことだ。立ち去れ、侵入者め。チェン、ミヤズマが解放された時に司祭たちが障壁を起動させたに違いない。実際不可能だろうな。さてどうしたものか。どこかに障壁を避けて通る道があるはずだ。図書館を調べて本当に可能か確認しなければならない。これ以上真実を隠す必要はないだろう。この聖堂に関する知識は直接経験して学んだものだ。前は
バーミルナの司祭をしていた。聖堂にオークが侵入したとき、自分は逃げ出したんだ。他の兄弟たちを見殺しにしてな。この数十年、後悔の念に苛まれながら、マーラからの食材を求めて過ごしてきた。マーラの博愛の力によって、今こそ自らの過ちを正す時だ。図書館の鍵はまだ持っている。準備ができたなら行くとしよう。言い伝えでは、堕落のドクロは常に他者の記憶に飢えていると言われている。ドクロは長い間隔離された状態にあった。だがその力が一人でに復活し、飢えを満たそうとしている恐れがある。これら記憶との関連については、今日に至るまで学者や歴史学者たちが推測や議論を戦わせているに過ぎないが。グズグズしてる場合じゃない。ドクロを一刻も早く破壊しなきゃならないんだ。ちょうどこの上だ。気をつけろよ。目覚めた者がまだ中にいるはずだ。図書館にはかつて難解な書物があふれていた。それが今やどうだ。ほとんどが焼き払われてしまった。探している書物がまだ無事だといいのだが。絶対に我々を止めることはできない。俺の獲物が、その程度だ。もうたくさんだ。これ以上の邪魔が入らなければ、必要な情報を見つけられるだろう。書物だ。夢中の歩みと呼ばれる錬金術について書かれている。その書物の表紙には、バーミルナの肖像画が描かれている。ここのどこかにあるはずだ。バルコニー周辺の棚を調べてくれ。こっちは下の階を調べてみる。
息子よ、何を助けてほしいんだ。見せてくれ。マーラに祝福あれ。障壁を避けて最奥聖域へと入れる道があるぞ。バーミルナの不活性薬として知られる液体のレシピが必要になる。そうだ、不活性薬を飲むとバーミルナの司祭たちが夢中の歩みと呼ぶ能力を得られる。夢を利用して現実世界の遠く離れた場所へと移動できる力だ。そう、実に驚異的だ。錬金術と神々の恵みが生み出した飲み物と言えるだろう。残念ながらまだ実際にこの目で見たことはないが、マーラに宣誓した司祭である私に効果はない。不活性薬が効くのはバーミルナの司祭または部外者だけだ。東の胸に研究所があるはずだ。そこまでたどり着ければサンプルを見つけられるだろう。自分自身の目と肉体を通して他人の記憶を見ることができるんだ。周囲にいる者は普通にお前を認識できる。そしてお前が口に出す言葉は自分自身のものではないと感じられる。数々のキーな教えのおかげで極めて多くの議論がなされてきた。それは本当に夢なのか、それとも単なるバーミルナのまやかしなのではないかとね。身の安全を保障するため眠りに落ちている間はずっとそばで見ているさ。何か問題が生じたと判断すれば我が力を使って現実に呼び戻す。とはいえ何が夢中の歩みを終わらせるのかは定かではない。おそらくはバーミルナの好奇心が満たされた時だろう。研究所は図書館に隣接している。不活性薬のサンプルを無事な状態で見つけられるといいが。ここに来るべきじゃなかったな。お前には負けない戦いというものを教えてやる。乾杯だ。こうだ。まさか殺してやる。お前には負けない。やつらは始末した。次は不活性薬を探さなければならない。
小さな瓶に入っている。見た目は普通の薬だ。ここから探索を始めよう。不活性薬は黒っぽい液体で長い瓶に入ってるはずだ。見つけたら持ってきてくれ。息子よ、何を助けてほしいんだ。息子よ、何を助けてほ、無事な瓶を見つけてくれて安心したよ。この場所はまるで多くに荒らされたような有様だからな。さて、ついにここまで来たが、お前には残りの道も示してもらう必要がある。さあ飲んでくれ。ドーンスターの命運はその小さな瓶にかかっている。時間をかければそれだけ哀れな人々がバーミルナの犠牲となるんだ。ためらう気持ちは理解できる。しかし必ずうまくいくと約束しよう。さあ進もう。まだやるべきことはたくさんある。オークは採用聖域まで入り込んだ。バレンの兄弟、持ちこたえろ。ドクロを奴らに渡すわけにはいかない。だが他にはもう残っていない。なら我々に選択肢はない。ミヤズマを放出しなければ。ミヤズマ？だが兄弟、他に選択肢はない。これはバーミルナの意思だ。お前はどうする、カシミール。バーミルナの意志に仕える心構えはあるのか。なら決まりだな。カシミールよ、障壁を作動させミヤズマを放出してくれ。邪魔はさせん。ソレクよ、我々はここに留まり、必要とあらば命がけでこのドクロを守らなければならん。そうだな、死ぬまでだ。さあ終わりだ。さらばだ兄弟よ。
言ったぞ。マーラに祝福あれ。不活性薬を飲んだ後、お前の姿は消え、あちら側で具現化されたんだ。こんなのは今まで見たことがない。なんと羨ましいことだろう。別の者の目を通じて歴史を垣間見られるとは、想像を超える体験に違いない。残念なことに、自分はドクロの研究を通してその神秘を読み取ることしかできない。その通りだ。バーミルナのまやかしを畏怖するあまり、使命を滞らせてはいけないな。すまなかった。ここから先は最奥聖域だ。ドクロのある場所へたどり着き、ドーンスターの問題に終止符を打たなければならない。さあ行こう。来い、ドクロを破壊しに行くぞ。戦い抜くぞ。これが望みだ。これまでだ。痛い目に合わせてやろう。へえ、その程度か。それで死ぬぞ。これが最後の時だ。
ってやる。本当の戦いというものを教えてやる。聖女マーダの奴らはまだいるぞ。目覚めと共に滅びる。最後のお休みの時間だ。汚れた無人業者が生まれたのだと思う。気をつけろ。目を覚ましたぞ。ここに来ることはなく、王国行為の報いを受けろ。返すことだ。その程度か。その程度か。全力か。真の王国の実力を見せてダンマーと戦いたいのか。この程度か。たったそれだけか。王国行為の押さえつけろ。目を覚ましたぞ。まるでヤクザだったな。立ち去れ侵入者め。もうたくさんない。くそ。よくも正当を呼んでくれたな。大久米ガンマーと戦いたいのか。密輸業者め。これが最後の時だ。燃えろ。待て、ベーレン、ソレク、生きていたのか。礼は言わないぞ、カシミール。もうその名前は名乗っていない。今の名はエランドゥル、マーラの司祭だ。裏切り者め。俺たちを見殺しにし、
宮妻の影響を受ける前に逃げ出しやがった。違う、ただ怖かった。眠る覚悟はなかったんだ。嘘はもうたくさんだ。ドクロを破壊させはしないぞ、マーラの司祭め。ならばもはや選択の余地はない。いや、聖女マーラのためにだ。時が来た。ドクロを破壊しなければ。後ろに下がってくれ。聖女マーラから許可。そのベーレンとソレクなら知っている。二人は友人だった。これは過去に対する報いなのか。これほどまでに苦しめることがマーラのご意志だというのか。まずはこの障壁を取り除く呪文を唱える。我は求める聖女マーラよ。堕落のドクロは飢えている。記憶を渇望し、代わりに悪夢を置いていく。この障壁を突き破り、堕落のドクロをオブリビオンの彼方へと葬り去る力を与えたまえ。お前を欺こうとしているのですよ。儀式が終わりし暁にはドクロが解放され、エランドゥルがお前に襲いかかるでしょう。急ぎなさい。ギャツを殺してドクロを奪うのです。バーミルナがお前に命じます。息子よ、何を助けてほしいんだ。来い、ドクロを破壊しに行くぞ。辛い表情に見えたら許してほしい。この聖堂のせいなんだ。時が経てば、おそらくは我々が入ってきた控えの間にマーラを祀る小さな祠を建てたんだ。余生をずっとここで過ごし、過去を葬り去り、許しを求めて祈り続けるつもりだった。しかし今はお前の力になりたいと願っている。もし共に旅をしたいと思うならいつでも来てほしい。礼など言う必要はない。お前のおかげでドーンスターの人々が救われたんだ。感謝されるべき者がいるとすれば、それはお前自身だよ。友よ、アズラの知恵と共にあらんことを。
いい旅を。